万ベクレルです。モザイク用ですけれども独特なひび割れをしています。したもの、それが土についたり目深に行って他からまた除染でこっちに戻ったりしてですよ、それを吸収して卵巣が今張り切って。大山市議は市や国に危険性を訴えていますが対策は行われていません。黒い粉の測定を京大の小出先生に依頼しました。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。100マイクロシーベルト、ごく普通の皆さんが生活している場所にこういう物質があちこちにあるというそういう状態なんです。もし放射能が目に見えたらいいのになといつもいつも思います。日本国政府が自分で申告したように大地は汚れているんです。放射能で放射線管理区域に指定しなければいけないほどに汚れているんです。私のような人間が入っても水すら飲んではいけないというぐらいに汚れているんです。でも見えない人には、だからそこで子供がこうやって生きている、そういう状態になってしまう。なんとか福島の人たち、特に子供たちというのを汚染地帯から引き離さなければいけないと私はずっと思い続けてきましたし今もそう思っています。ただ福島の人たちだけでなくて東京とか比較的汚染の少なかった場所でも猛烈に危険なところがあります。それは先ほどのママの約束の中でも、出てきましたけれども、草むらのようなところであるとか雨水が溜まって干からびるようなところとか側溝であるとかそういうところに猛烈に放射能が濃縮されている場所があります。例えばこれは、倉庫のシャッターですけれども、まあ、雨がこういうところに溜まって黒いシミのようなもの、多分皆さんの周りでもこういうところあるの経験的に分かってくださると思いますけど、大きく拡大するとこんな何か干からびた土のようなものでここに一円玉が置いてあります。まあ、要するに こんなようなもの多分どこにでもあるという、これを私たちは黒い物質と呼んでいるのですが、ごめんなさい、この中には猛烈な放射能が濃縮されているのです。例えば私は東京都の東村山市あるいは東京都の葛飾区それから福島県の南相馬というようなところからこの黒い物質を私に届けてくれる人たちがいたのでそれを分析してみたことがありました。この南相馬のは芝玲さんが私のところに持ってきてくださったやつですけれども、そういうものの中に含まれているセシウム137の量はどれだけかというと1キログラムあたり東京の東村山っていうところは管理区域にもしなくてもいいという比較的汚染が受けなかったところですけれども、それでも1キログラムあたり2万何千というようなセシウムがもうあるし、管理区域にしなければいけない東京の下町葛飾区の水元公園というきれいな公園がありますけれども、そこなんかに行けばもう1キログラムあたり何十万ベクレルというような放射性物質が濃縮されているようです。南相馬なんかに行けば何百万ベクレルというような猛烈な放射能でして、さっきもママの約束の中で出てきましたけれども、私は放射線検知器を持って行って近づけるとブザーの音がもう途切れないんです。ピーッという連続音のまま鳴り続けるという状態になっているし、高精度のゲルマニウム半導体検出器というもので測定しようとしてそこに近づけるともうその測定器自身が死んでしまうということの猛烈な放射能が人々が住んでいるところに先ほど見ていただいた写真のような形で存在している。これも芝玲さんが届けてくれた写真ですけれども、先ほどのママの約束の中で出ていた東京の平井駅というJR の駅の近くで、こんな黒いものが道路縁にあるものですね。でそこに、
測定器を置いたら 2.2 マイクロシーベルパーアワーぐらいの数字がここに出ています。通常の今この大阪大学でもし放射線量を測れば 0.05 ぐらいです。で 0.6 マイクロシーベルパーアワーを超えるようなところは放射線関連区域にしなければいけません。これもう 2.2 ですから、放射線管理区域に指定しなければいけないのと3倍も4倍も強い汚染というものが JR の駅の底にある。そして、まあ、さっきもこの映画の中にありましたけど、こう子供たちが指でこすったよなとか、なんでもない普通の生活する場所にこういう汚染が今でも存在しているという状態になってしまう。まあもう民主党政権崩壊して今自民党政権になってしまっているわけですけれども、自民党政権なんていうのはもう福島の事故をとにかく忘れさせてしまおうという作戦に出ているわけです。福島第一原子力発電所も含めて日本中の原子力発電所を認可したのは全て自民党政権。その自民党政府は福島第一原子力発電所の事故が起きても誰一人として責任を取っていない。そしてこれから今止まっている原子力発電所を再稼働させる、新たに原子力発電所を作る、さらに輸出するというようなことまで言っているわけで、私は彼らは犯罪者だと思うし、彼らを刑務所に何としても入れなければいけないと思っていますが、彼らとしてはとにかくもう忘れさせてしまおうという作戦に出てきて、ですからマスコミも何も福島の実態を次々と報じないようになってきていると思いますし、ごくごく普通のところにもこんな被爆の場所があって子どもたちがそこで遊んでいるという、そういう状態が放置されてしまっているという、そういう状態にあるのです。皆さんもぜひともそういう状態があるということだけを忘れずにいてほしいと思います。終わりにします。ありがとうございました。聞いてしまって、ではちょっと小出先生に何度もママの約束っていうことを言っていただいて作ってよかったなと思いました。では、15分ほど3社でトークをしたいと思うんですけれども、一番今皆さんが聞きたいんじゃないかなと思われる、最新の情報も、どういうふうに分析されているかっていうことをまずお聞きしたいと思います。柴さんからどうぞ。そうですね、皆さんもご存知の通り、安倍政権、昨年の9月にですね、まあ、オリンピックに絡めて、アンダーコントロール、つまり福島の、事故現場は収束作業がうまくいっていると、まあ、汚染は外に出ていないというようなことを言っているわけなんですけど、まあ、それから1年余り経って今度は新たに大臣になった小渕さんがおおむねコントロールされているというような形で踏襲しているわけなんですがね、小出先生。はい、はい、ただですね、今年の話ですね、確か3号機のがれき撤去で1兆1000ベクレルぐらい放出したと。ちょっと小ベクレルっていうのはさっき500万ベクレルでも十分めちゃくちゃすごいんですが、超ベクレルってなって1兆1000ベクレ万ベクレルかぐらいっていうと、もうちょっと想像がつかないんですけど、これはどういうことなんでしょうか。そうですね、皆さん全然想像つかないと思いますけれども、事故の直後に放出されたセシウムは先ほどその広島原爆168発分だと日本国政府が言っていると聞いていただきました。その量に比べると1兆1000ベクレルというのは1000分の1にも満たない、1万分の1にも満たない。ですから事故全体から言えば少ないのですけれども、でもその1兆1000億ベクレルのセシウムというものは一般の皆さんが1年間にこれ以上取り込んではいけないという量に比べるなら多分1000万人分ぐらいの量になる。1000万人ですか。思います。だからそれを単に今がれき3号機の使用済み燃料プールのがれきを深く溶けるためという作業のために1000万人分出しちゃった。と
とにかくもう本当に収拾のつかないほどの事故、汚染が生じてしまったし、今でもあるという、そういう状態になっています。3号機の瓦礫をどけるだけですよね。そうです。それで出ちゃったと。そうです。で、あの、先ほど申し上げたように2号機と1号機がまだ残ってるわけですね。そうです。あちらも似たようなことをしないといけない、やらなければいけないのです。特に2号機は先ほど聞いていただいたように内部では最大の破壊を受けていますので、まだ全く手続かない、近寄ることもできないという状態になっているわけで、これから2号機の瓦礫の撤去作業もやらなければいけませんが、どれだけの本当放射性物質が噴き出してくるか今の段階では予想もできません。かなりゾッとしますね。あの、超ベクレルという単位で言いますと、あと、あの、今年の5月ですよね。あの、今年5月から、まあ、約10ヶ月間、今年5月まで の、 あの10ヶ月間で、あの、2兆ベクレルぐらい海に、あの、やっぱりセシウムやらストロンチウムやらが流出したというような話もしてますが、これもそんなに出ちゃっていいもんなんですか？もちろんいけないのですね。はい。それも、まあ、超ベクレルの桁というのが出ているわけで、はい、それの主成分は実はセシウムではないのです。はい。ストロンチウム90という、名前の放射性物質がむしろセシウムより多かったと言われています。そしてストロンチウム90というのはセシウムに比べても毒性の高い放射性物質で、それがまあ1兆何千億、1兆4600億ベクレルだったかな、なんか出たと言っているわけで、やはりそれも、普通の皆さんが1年間にこれ以上取ってはならないという放射能の量に換算すれば何千万人分にもなるというものがどうにもならないで海へ流れていっているということなんです。今セシウム の、 あの検査はね、いろいろやってますけども、ストロンチウムの検査っていうのは、あの、基本的にあんまりそんな、少なくとも、あの、一般の自治体とかで、あの、検査とかしてませんよね。できないできないのです。まあ、この放射能ですから放射線を出すのですけれども、セシウムという放射性物質はベータ線とガンマ線を出すという、そういう放射性物質です。で、ガンマ線を測定するということはかなり容易にできるので、まあ、もちろん私もできるし、いろいろな自治体もやっているし、市民グループもガンマ線を測定するということはやっているのですが、ストロンチウム90という放射性物質はガンマ線は一切出さないのです。ベータ線しか出しません。その測定をしようと思うと大変手間がかかるということで、自治体などもあまりやっていないし、もちろん市民グループでもほとんどできないという状態のまま、ほとんどデータが出てきていないのです。ただし、これまでの状態で言えばまだそれでも良かったと私は思っている。なぜかというと、大気中に吹き出してきた放射性物質の量、それを比較していくと、大気中に出てきたストロンチウム90はセシウム137の1000分の1ぐらいしかないのです。ですからもう総量が圧倒的に少ないので、大気中に出てきて大腸を汚した放射能を問題にする限りはセシウムをとにかく注意すればいいと私は思っていきました。しかし、ストロンチウムという放射性物質は水に溶けやすいです。セシウムも水に溶けやすい、つまり放射能汚染水の中にはセシウムもあればストロンチウムもあるのです。で、セシウムに関しては汚染水をなんとか浄化しようとして今一部を捕まえているのですけれども、ストロンチウム90はほとんど捕まえることができないで汚染水の中に残っているのです。ですから今海へ向かって流れ込んでいるという汚染水はむしろセシウムではなくてストロンチウム90が多いわけだし、これから海の海産物の汚染が次々と広がっていくわけですけれども、そういうものの汚染を考えるときにはセシウムだけを考えていてはダメで、ストロンチウム90もきちっと考えて測定しなければいけないと私は思います。でも今聞いていただいたように大変手間がかかるので、なかなかデータはこれからも出てこないだろうと思います。そうですね。そうなってくるとやっぱりいかにその汚染水を海に流出させないかということがかなり重要になってくるかと思うんですが、そこのところ先日あの増山監督がその、原発ゼロ会がですね、そこに服部良一さんいらっしゃいますけど、
服部良一前衆議院議員や他のメンバーがですね、福井県の現場に行きまして、で視察やったんですね。でその東都壁の、ね、ことも視察に行ったんですけど、それの映像をちょっと見せてもらったので、いや今長さん君けど、とりあえず時間ないから、はい、だけど そこのところの説明を、はい、今日お越しいただいている服部良一先生に、見せていただいたんですけれども、凍土壁を今、東電は作って、地下30メートルでしたっけ、地下30メートルまでこうパイプを落として、のパイプに、冷却剤を入れて地下を凍らせて、その阿武隈山脈から毎日流れてくる地下水をストップさせるという計画だそうなんですが、それを実際見てみたら、このぐらいのパイプなんですよ。このぐらいのパイプがこうあるんですよ。で、私東大駅ってもっと大きな、少なくとも漢字から言って2メートル以上の直径のものがうわーんと広がっていて、すごい素材も世界最先端のようなものを考えていたんですけれども、服部さんに見せていただいた映像だと本当にこの近所の公園にあるみたいな、すごくパイプも小さくて、本当にこれで汚染水がこうブロックできるのかなっていうことをすごく疑問に思ったんですけれども、小出さんは東電が計画しているその遮水壁、凍土壁の計画っていうのは成功すると思いますか？思いません。まあ、こちらの汚染水の話も聞いていただきましたけれども、要するに溶けてしまった原子炉がどこにあるかわからないんです今。だからひたすら水をかけていくわけですけれども、さっき聞いていただいたようにそれが汚染水になって溢れてくるというのは仕方のないことなんですね。その他地下水が流れ込んできていますので、それがまた汚染水になってしまっているという、もうどうにもならない状態なのです。で、私は2011年の3月に事故が起きたわけですけれども、5月の段階で地下に遮水壁を巡らせなければいけないと発言しました。溶けた炉心と地下水が接触するようなことになれば、もう汚染をとどめることができなくなる、汚染の拡散をとどめることができなくなるので、それが接触しないように原子炉建屋周辺に深い遮水壁を張り巡らせる必要があると5月に発言したそうです。で、政治家の人にも何人にも伝えました。そしてやると言ってくれたんですけれども、6月に東京電力の株主総会が予定されていて、遮水壁を作ろうとすると1000億円のお金がかかってしまう、そんなことを言ったら株主総会が乗り越えられないと言って、東京電力がその案を取らなかった。結局遮水壁ができないままずる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 と日が伸びてきて、ようやく1年ぐらい前になってやっぱり作らなければダメだと言って、国と東京電力がやると言ったわけですけれども、その作ると言った遮水壁が今レナさんが言った凍土壁と言っているやつで、パイプを打ち込んで、そのパイプの周りの土を凍らせて、凍らせた壁でその地下水を遮断するという案を出しているのです。しかしその凍土壁というのは、例えばトンネルなんかを掘ろうとして、そこが地下水が、まあ、噴き出してくるようだと工事ができないので、その場所だけ凍らせるというためにこれまでやってきた技術なんです。確かにそういう技術の その実績はあるんですけれども、今福島第一原子力発電所で作ろうとしている凍土壁は、今レナさんが言ったように深さ30メートルまで、そして長さは 1.4 キロというところを壁を作ろうという、できないと思います。私はどっか一箇所破れればそこからまた水が入ってきてしまうわけですから、結局何の意味もないということになってしまいますので、凍土壁はできないと思います。ただしゼネコンは喜ぶことです。とにかくやればお金が入っていくという、やってみて失敗すればまた次のでまたお金を儲けできるわけですから、今凍土壁というのをやろうとしている。多分それができないで、きちっとした遮水壁を作らざるを得なくなってしまうと私は思いますけれども、もうあまりにも遅すぎた。3年半の間もどんどん放射能の汚染水が海へ流れてきていっているわけですし、これからも本当の遮水壁ができるまでには何年もの歳月がかかってしまいますので、また汚染水が流れていってしまうと思います。でもやらなければいけません。
やるためにも労働者が被爆を繰り返しながらやるというそういう作業になってしまいます。いやそのね、本当にあの小出さんが最初に言ってた頃に作ってればだいぶあの、ね、汚染を減らせられたんじゃないかと思うんですけども、でそ の, あの服部あの前衆議院議員にあの聞いた話なんですが、その凍土壁の、凍るところと凍らないところがあって、凍るところというのが、まあ、水圧があんまり強くない、であの凍らないところというのは水圧が強いところ、つまり水圧が強いってことはそれだけそこからジャージャー流れてるわけですから、そこが凍らなかったら何の意味もないのにというようなね、あのことをこの前レナさんインタビュー、あの増山監督あのインタビューしてですね、あの、見れるんだよねその動画。はい、あの、日本海賊 TV というユーストリームのチャンネルがあるんですけど、そこで毎週金曜日に私レギュラー番組を持たせていただきまして、今アーカイブでその映像が最新の映像で出ていますので、ぜひお家に帰ったらもしくはスマホであの帰りにチェックしていただいて、増山玲奈の地球は一つという番組の第3回目に映像がありますので、ぜひ皆さんご覧ください。びっくりすると思いますこんななんだって。はい、まあ、ちょっとあの駆け足であの申し訳ないんですけども、やはりですねその、小出先生がおっしゃっているようにですね、もう自民党政権は本当にあのひどいですね。なんかまるで福島あの第一原発の事故がなかったかのように、ね、そんなものはあのなかったかのように振る舞っているわけなんですけども、まあ、あの小出先生から見られてそのまあ、日本の原発 もあの問題だらけでしょうけども、特に今あのやはりですねあのこのことをあの、まあ、その例えばあの私メディア関係者ですけども、あの、記事に書いてもらいたいだとか、あのこういうことはあのとにかくあの一般 の, あの人々にその、伝えたいということ、まあ、あえていろいろあるんでしょうけども、あえて何かあの言うとすれば何かありますかね。今日私は原子力発電なんて決してやってはならないということを話をさせていただいたわけで、心底そう思います。原子力発電なんか決してやってはならないと思うし、今ありがたいことにはこの電気完全にニュークリアフリーですね。原子力発電一機も動いていない、それでも電気の供給に何の支障もないという、そういう状態が今あるわけですから、それを私は続けたいと思っているのです。で残念ながら今柴田さんも言ってくださったけど、自民党政権というのは福島の事故もなかったことにしてしまおうとしているわけで、今止まっている原子力発電所もとにかく動かそうとしているわけですね。その一番乗りが九州電力の仙台原子力発電所に今なろうとしているわけですが、私は一気でも動かし始めさせてしまうから次々とまたやられてしまうのではないかと危惧をしていますので、とにかく今戦うべきは仙台原子力発電所を決して動かせないということだと思います。そのためにあのジャーナリストの方も力を貸していただければありがたいですし、まあ、自民党っていうこのどうにもならない悪党の集団をですね、できれば刑務所に、私は安倍さんを筆頭にして刑務所に入れたいと思っていますし、彼らの思うようにはさせないということをあの皆さんにも力を貸してほしいと思っています。あの安倍さんその、ね、安倍首相はその、絶対安全が確保されない限り原発は動かさないというようなことをあの言ってるわけなんですけど、その一方でなんかそのあの今年の7月に九州に行った時はあの地元 の, あの経済界の人間に、いやあの仙台は何とかするからというようなことを言ってて、ね、もうあのちぐはぐなんですが、どうでしょうね、あの、増山監督は、まあ、今日あの、小出先生の話聞いたりだとか、あとやっぱりその一応今日 の, あの、ね、映画とかも作ったりだとかした、うん、あのまあ、この間もねあのずっと長い取材があって、あの改めてやっぱりその、小出先生がおっしゃったようにその原発なんていうものはもうとにかくそんなものはっていう感じだけども、まあとりあえずあなたの言葉で言って
はい、はい、あの小出先生がおっしゃるように仙台原発の再稼働に私も絶対反対なんですけれども、一つ懸念しているのが、そういうことを訴える、え、報道するジャーナリストたちへの圧力が強まっていることなんですね。今あの報道ステーションで仙台原発についての原子力委員会の、記者会見の編集の方法がちょっと恣意的だったということで古田さんが謝り、その後あのテレ朝の社長さんが謝り、それでも飽き足らずあの放送倫理に問うみたいな形でまだ問題視されているんですよ。で報道ステーションは先日柴さんの友人でもあった岩地ディレクターが、亡くなったということがありまして、あれも背景は分かりませんけれども、女性の問題を、福島の問題をずっと追及しているジャーナリストが亡くなったということがありまして、なんだかこう真実を発表しにくい世の中になっているなという危機感を、とても感じています。私自身もこの映画をという形にまとめるにあたって、の雑誌や新聞の中ではカットされてしまう部分があって、でもそういうところが一番大事じゃないかなと思って、あの訴えるところがもしメディアがなかったらもう自分でインディペンデントで作ろうという思いで映画という形にしたんですけれども、まだまだ発信力不足でありますので、皆さんのお力を借りながらこういうことをどんどん発信し続けたいと思っています。の誰かがメディアが報道してくれるだろうって思ったらもう間に合わないと思います。市民の人たちもどこに真実があるのかということを小出先生の、あのレクチャーも聞きながら、専門家の方のご意見も聞きながら絶対追求してやるっていうか、今原発を止め続けてる、原発ゼロをキープさせ続けてる力はなんだかんだって市民の力だと私は思っています。で3年経って忘れそうになることもあるかもしれませんが、今こそ踏ん張り時かなという気がしてまして、秘密保護法も通させない、秘密保護法になったら先生こそあれじゃないですか、特定機密に触れる情報を発信した公務員だなんて逮捕されちゃうかもしれませんし、そういう状況にさせないために皆さん力を合わせてあの活動していけたらいいなと思います。まあ、ちょっと今ね、その特定秘密保護法が施行されたら、なんか小出先生も危ないじゃないかみたいなことで、そこでなんか会場がどよって声が上がったんですけど、結構ね、私はね、笑い事ではないと思うんですよね。小出先生がやられるかどうかさておいて、そのやっぱりその、先ほど増山監督が話した報道ステーションに対する圧力で、また朝日新聞に対する圧力、露骨にですね、露骨にその、政権を批判するようなメディアに対して徹底的に攻撃をするのが、まあ、安倍政権のやり口なんですよね。で、まあ、秘密保護法が、まあ、施行されたらそれを、ね、悪用するのは、まあ、火を見るより明らかなので、まあ、お互いにね、やっぱりその、まあ小出先生が仮にやられそうになったら、まあ、みんなでとにかく小出先生を絶対守るとか、増山監督がやられそうになったら、まあ、みんなで頑張って守ろうとか、ね、そう言ってる私も結構危ないかもしれないんですけども、まあ、それはさておきとして、とにかくそういうような市民側の方もやっぱりこれから結束していく必要がね、以前にも増して出てきてるんじゃないかなと思うわけですよね。であとやっぱり、ね、小出先生映画をご覧になれてどうでした？なんかちょっと、子供たちはまあ割ともう分かってるって感じがしましたよね、その原発に関して。いや、みんな分かってるでしょ。原子力発電所が安全なんて思ってる大人はまず私はいないと思います。もう子供ももちろんそうだと思います。ただ大人の方は要するに経済が大切だと安倍さんに刷り込まれて金だになってしまっているのだと思いますが、つい先日5月の21日に、福井地方裁判所で大井原子力発電所の差し止め裁判の判決が出ました。私は日本の裁判にはもう絶望していて、原子力に関する限り裁判所がちゃんと国と戦うなんてことはありえないと思っていたのですが、大井原子力発電所の差し止め裁判の判決は誠に素晴らしい判決でした。
一番大切なのは金じゃないと、命なんだと、国民が豊かに自分の生活を送れるようにすることこそが大切なのであるということを明言してくれたましたし、子供は多分そうか、生まれた時からそれを感じてくれてるんだと思いますが、年を取ってだん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 社会 に入っていくと、いつの間にか金の方が大切だと思ってしまう大人が増えてくるということだろうと思いますが、大人にも目を覚ましてほしいと、ここまで来てなおかつ目は覚めないのだと私は思います。本当にもう大人こそね、やっぱり目を覚まさないといけないというようなことでしたね、増山監督。はい、はい、今日は小出先生、柴さん、来ていただいて貴重なお話を聞かせていただいて本当にありがとうございます。もう約束、こちらご購入いただけたらいろんな形で自主上映をやっていただくことができます。じゃ古村さん、カンパのこともお願いします。で今英語版を作ろうと、奮闘してまして、翻訳したものをアフレコを取ってインドや、トルコなどこれから原発輸出していくところでも上映したいなということを計画しています。回してください。でその中で、映像を通じて真実を発信していくというプロジェクトへの、カンパを募集させていただきます。で、あといろんな作品を今作ってまして、集団的自衛権のことを本当に伝えようと思って、元自衛官の池田頼政さんの負傷してそれを隠蔽された真実を追求するというドキュメンタリーも作っています。世界で唯一米軍にレイプ被害を受けたジェーン・フィッシャーさんのドキュメンタリーも作っています。いろんな形で発信していこうと思ってます。もう一個作りたいのがですね、作りたいものばっかりなんですが、佐々木貞子さんという白血病に倒れられた被爆者の方がいらっしゃるんですけど、佐々木貞子さんがもし現代に蘇ったらこの世界を見てどう思うかなというコンセプトの映画を作りたいなと思って、インド の学校と、アーティストと協力して進めています。今インドでは児童労働が続いていて、そしてイラクでまた空爆が起こって、ガザでも空爆が起こって、佐々木貞子さんは戦争がなくなるために鶴を折ってやっていたのに、70年経ってまだこんな世界なのって思うと思うんですよね。それを今生きている子どもたちと各地で出会っていくという壮大なスケールの映画を作りたいと思ってまして、ママの約束を実現するために、そんな活動をしていきたいと思います。というわけで皆さん今日は本当にありがとうございました。話は隠します、それが何かはともかく、コントロールはできてます、何の根拠もないけど消費税率上げてます、工場はだんだんなくします、武器の輸出は認めます、原発セールス続けます、太いものには巻かれます、それは情報じゃないから大手企業の味方です、所詮金目のことでしょう、解雇自由に許します、残業手当もなくします、有無を言わさず決めてます、戦う力は支持します、大臣俺は大臣、内閣総理大臣、大臣俺は大臣、内閣総理大臣。放射能でおもてなし、公共事業増やします、
まさか賄賂はないよね。年金さらに減らします。もらえる年を引き上げます。新規税金作ります。携帯電話や主婦まで。祖父も内閣総理です。父は外務大臣です。妻は居酒屋やってます。お腹は弱い方です。格差社会を育み、理想の未来の枠組み、美しい国にします。日本に戻す。大臣、俺は大臣、内閣総理大臣。大臣、俺は大臣、内閣総理大臣。内閣総理、内閣総理、内閣総理大臣。